した初恋の人は車椅子に乗っていた。でもあの時伝えられなかった思いが溢れてくる。鮎川さんのコンペ作品素晴らしかったです。いやこれが佳作なんて納得できないです。私もそう思います、うん、まあ優勝は逃しましたが、それが縁でこうして御社とご一緒できてるわけですから、ありがたいです。いやこちらこそ、御社には期待しますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。本当若いチームに頑張っていただいてなんていうかコンセプトが素晴らしいですよね。一緒に仕事をし始めてから休みの日に二人で出かけるようになった。嬉しかった。高校時代の私が知ったらどう思うかな。ちょっと開けてくれるかな。ごめんね、通るから危ないよ。あの、すいません。ほら、ここ遊ぶとこじゃないでしょ。あの人、どうかしたの？今日は付き合ってくれてありがとうございました。見たかったんです。俺はいいけど、俺と出かけんの面倒だろ。さっさと彼氏でも作ってそいつと行けよ。先輩こそもう恋愛しないって言ってたけど本気ですか？しないよ、実際大変だし。高校の時から付き合ってた彼女とも事故後に別れたし。え、見てない？いや見えてないよ。え、結構話題になってたんだけど。言ってた？言ってた言ってた。もしかしてミキ先輩？よく覚えてんな。覚えてますよ。でも大変なことも一緒に乗り越えようって人だっているんじゃないかな。でも俺たまに漏らすことあるよ。漏らす？好きになったら漏らすくらい平気ですよ。川奈、声でかすぎ。排泄障害って言ってどうしようもないんだ。でも一生そんなことがついていく。わざわざ俺を選ぶ必要はないよ。なんかドキドキしますね。よかった、先輩と一緒で。バスケ部のやつが感じたから参加しろってうるさくてさ。集まってんな。いますか？いるかな。あ、ゆか。おお。久しぶり。来てくれてありがとう。最近仕事の先輩は変わらず人気者だった。休みとかあんの？なぜか嬉しかった。ないから。つぐみ。ミキ先輩だ。川奈。よ、久しぶり。もしかしてチビザル？おい、ひでえな。ごめんごめん、これだけ東京にいるんだね。うん、俺システムエンジニアやってんだ。本当にすごいね。あ、川奈も東京？うん、私はごめん。川奈、ちょっと外行ってくる。はい。
あれって鮎川先輩で、ねね、こいつだって分かれたんじゃない、うん、事故でね。そうなんだ。もしかして川名付き合ってる？ううん、最近仕事で一緒になって時々ご飯行ったり。そっか。うん。今日いつきに会えたら話そうって思っていたことがあって、私ね、結婚するの。ほっとした？別に俺には関係ないし。そうだよね。権利はあるんだよ。元気でね。仲良かったから。あのご結婚って、ごめんなさい、さっき聞こえて。ひどい女だと思う？いや、そんな。おめでとうございます。いいの、みんな私が樹を振ったって思ってるし。でもね、振られたのは私の方。いつきは私を突き放した。でもそれは彼の優しさ。さっきの態度だって私のためだって分かってる。やっぱり来るべきじゃなかった。先輩は本当はミキ先輩に言いたいことがあったんじゃないのかな。